心臓は青。あー出てる。1個レアが出てる。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さあ今回20話と結構やってきたね。で次のクエストがここなのよ。遠いのでまずそうだね、トールネックのところ行ってちょっと地図解放してこれなら早い進もうかなと。入れないんだよね。これ肉だね。あ、取るの大変。ちなみに今のでなんか作れるかな。アライグマか。ここどうにかしたいね。じゃあまずはトールネックのところを目指しますか。だが信号の出どころだな。さあいたって思ったより近かった。おー、バッテリー。ちょっと待ってね。じゃあトールネック乗りますか。でもどうやって。よし、トールネックの頭まで登ろう。あそこかな、行くならね。そうだね、あそこだね。マジでこいつロングレッグに関してはほんと慣れたね。あの爆発を切るとこうやってパーツぶっ飛ぶからありがたいね。やば、トランプラブレになる。
爆発。意外と来ないね。心臓は青。あー出てる。1個レアが出てる。よし、来たー。心臓がね、買わなくてよかったねー。7800かかるからね。いや、長弓ほんと強いねー。で、角折ったけど意外となんもない。トールネックは あそこかな。やっぱあの上っぽいねー。爆発するとほんとパーツいっぱい落とすな。静かにして。こっちやる。どうやってこれ登る。いや、ここ登れないね。登れないね。結構やっと来れたわ。探すのやめないかと思った。よし。ここからトルネックが飛び移れる。ほい。よし、あとは頭に登るだけ。これであとは登っていくだけなんだっけ。あ、そっちから。めっちゃ遠回りだ。さあオーバーライド。さあ、じゃあ行こう。
ことは上の方にずーっと上がる感じだね。スキルポイントもゲット、レベルも上がって、今何個、あ、4いってる。じゃあこれはダブルショット、弓を狙いつける際に R1 で矢を2本放てる。 R1 か。まあまたちょっと敵が出たら試してみようか。んじゃあ、移動しましょう。洛陽の砦、京王次男の離宮だった場所、禁じられた西部からの攻撃に防壁で備えている。なんだ、歴史の授業か。奴らはそこに何があるか分かっていない。そこで多くを学べるだろう。そうだといいけどな。何があるかな。マップで見ると、囲まれてるね。兵士か。殺す、殺しアームがある感じかな。忘れるなよ。よし、何があるかなの前にちょっと売ろう、お金を。あら、意外と売れるのなさげだね。これね、シャドウの選球。やっぱそうだね、弱点だよね。一番下のやつはさ、多分混乱っぽいマークだよね。いや、800も出して買うか悩むな。相当不安になるでしょうね。太陽の披露、アジャ族の誇らしき伝統。私がいたメリディアンとは。ここも同じカージャなのだぞ。めんどくさそうな相手だね、あれはね。さあ、ウィーゴ、フォーカスネットワークへの攻撃に効果があったか確かめてみよう。今さら何を。ネットワークは破壊。成功だ。ここは奴らの本拠地だ。また後で連絡する。とりあえずは探索だ。よくわかんないけどよくわかんないけどいいんだね。さあ行こう行こう。流れ者ども、賞金稼ぎの話なら玉座の前行くのだ。ここにボーンと突っ立ってたって金にはならず。薄汚い卑劣な傭兵どもへ。シャードのためだ。バハバスの命令だって聞いてやるぞ。シャドウカージャが同族を探しているらしい。金になりそうだ。あれだね、もう傭兵って感じだね。
獣の傭兵どもは皆こわもてだ。俺が裏切り者だったら相当不安になるだろうな。現世に現れし太陽神がここに。控えおろう天将イターメン、唯一なる真の三王だ。影の光にして、そのご意志は光、その光は世界を滑るだろう。大祭司バハバスに世の代弁を命ずる。天将イターメン様のご意志に従い、ウーシッドという名の反逆者を太陽の光で燃え尽くさん。その首を持ち帰った者には金500シャードの報奨金を与えよう。王族というより捕虜って感じね。うん、素敵な髪ね。ちょっと私とお話ししない？集落にある緑のテントで待ってるわ。悪いけど。あなたは殺し屋じゃないでしょう。それにウーシッドは無実よ。来てくれるわね。手遅れになってしまう前に。いいか、入り口はお前の真後ろにあるぞ。冗談のつもり？いや、ハヤブサなら心配いらない。お前のことを構っている暇などないだろう。砦の中は初めてだ。上から太陽の広場を見下ろせる。でもサイドクエスト追加か。高いとこはいいな。ちょっと待ってね。地中に眠る謎で、ああいう形でサブクエをもらうときもあるんだ。思えるか、報酬をもらってるのに。その手すりだ。そこからならすぐだろう。その手すりだ。そこからならすぐだろう。ほう、すぐとは。こんなところ移動してたらバレるだろ。上りより下に行く方が辛そうに見えるよね。通気口を探せ。ここは初めてじゃないのか。当然だろ。いいか、私が言うことをとくと心に留めておくんだ。入り口は教えた。だがあの通気口に入れば後戻りできない。この深部へと下ろうとする前にしっかり準備を整えて覚悟を決めておけ。集中するんだ。他に用があるというなら先に済ませておくといい。言い訳は聞かないぞ。分かったな。口出しはしないでもらおうか。勝手についてきたくせに。なんでそんな念押しするんだろうね。だってね、降りるしかないし、まあ重要な話があるからってこと。下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか、古のものはここまでの文明を作り上げなぜ消滅したのか。失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来た途端どうだ。ほらこの通り。お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。 ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了。通行を許可。動作不良動作不良動作不良。おい、冗談だろ。全く笑えんな。黙れ。何か方法は。おい、エリザベト・ソベックだ。アクセスさせろ。アクセス要求を確認。ルートコマンド機能利用可能。次に進みますか。進む。早く通せたら。分析中、機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか。ああ、緊急排出認証完了。
されて思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外の者が来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。ああそうだ、気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。めんどくさいことになりそうですな。プロジェクトゼロドーンへようこそ。ゼロドーン、ここか。見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。修復開始。なんだここにある部屋は。入り口の広間だろ。調べてみろ。なんかハッチが今、いや違うか。あー下に映ってるだけ。まあ普通に行けそうだね。お名前をお呼びする前にそこでしばらくお待ちください。ドリンクと簡単な食事をご用意しております。小さい部屋。こっちではない、あっちか。そのまま第一鑑賞室へと進み、説明映像をどうぞごゆっくりご覧ください。補充されなければ、食料がってことかな。ここら辺は後で聞こう。ここは一体何なんだ。ホログラフィックシアター。ZD-01 データを再生を開始します。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将軍、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば、我々は科学の奇跡でファロの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然、私が広めたから、全てデタラメです。ゼロドーンは小兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。誤作動が発覚した時すでに手遅れでした。ファロの災禍を止める術は何もない。ロボットは複製し続け、生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は不毛の地となり、世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊してもロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。機能停止コードさえあればシャットダウンできます。全機能です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため、暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり、有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。お、なぜか。その理由はあなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。いるんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。
一体どうやったのか確かめないと。